はいどうも皆さんこんにちは、 DIY ドログの哲でございます。今回ですねこちら RZ の割れてたこのサイドカバー、こちらをですねこのダイソーの強力接着剤でくっつけてみたいと思います。まずねこちらの真っ二つになってるサイドカバー、これも本当に見事に割れてるんですけども、実はこれだけじゃない、もう片方のサイドカバーもこれご覧の通りひびがいってるんですよ。テールカウルの方もほら見事に割れちゃってるんです。これらが全部くっつくかどうかやってみます。はい、というわけでダイソーで売ってるエキポシ2液混合タイプの強力接着剤です。この2液混合タイプの接着剤っていうのは化学反応型接着剤というらしくて、A 剤がエキポシ樹脂、B 剤が変性アミン、これらを混ぜることで硬化する接着剤だそうです。そしてこれがね、いろんなもんくっつくんですよ。これ書いてますね、金属、ガラス、陶器で、タイルやプラスチック、木材の接着などほとんどのものがくっつく感じですよね。このエキポシ2液混合接着剤って結構高いイメージだったんですけど、これがダイソーのでね、これでバイクの代わりが補修できればすごいラッキー。とりあえずやってみます。まず最初にこれステッカー、こちらをね剥がしちゃいます。よいしょ、よいしょ、ビロー、あー塗りが残った。はい、というわけで接着面をねできるかいちょっときれいにいたしました。とりあえずこれは置いておいて、そしたら接着剤の用意をいたしましょう。これが使い方がですね、この接着面の汚れを落としよく拭き取ります。そして A と B の液を使用する分だけ出して、そして付属のヘラで均一になるようによく混ぜ合わせ、接着面に均一に塗って伸ばします。で10分間で硬化しますが温度等により変化すると。なるほど、10分、了解です。それでちょっと使う量が分かんないな、もうちょっとこいつで行ってみましょう。そんではこの A と B 順番は特にないのかな。じゃあこれをまず A からいきましょう。これですね、定番のこれ口を穴開けまして、ちょっとどれくらいかな、こんなもんかな。とりあえず A を出しまして、次 B、 こっちも B も穴開ける。これがですね、本当にこの100円の接着剤でくっつくんだったらラッキーですよね。こちらの量は多分同じぐらいかな、特に指定はなかったので、硬化剤とかじゃないから少ないってもないのかな。この容器便利、混ぜ合わせる水飴ですね。これドロッとしたちょっと気持ち硬いぐらいの水飴っぽいんですけど、均一に混ぜる、均一に混ぜる、ほんと水飴、あ、なんか混ざったところがちょっと透明度が減ってるのか白っぽくなってきた、なんか匂いが、接着剤の匂いがするので、ちょっと換気のいいところでやった方がいいかもしれません。足りるかな、こんな感じに、こんな感じになりましたが、では塗っていきましょう。それでは塗っていきます。これちょっとちょい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 、ちょっと多めに塗っていきましょう。あとで固まって飛び出た分は削ればいいかなと思うので、つけていってよいしょ、ここまでだね、こんな感じでつけていきます。10分で硬化するってことは、これ使う分だけ作った方がいい感じかもしれませんね。ちょっとこんな感じつけました。でこれで緊張の瞬間、これを合わせていきます。よいしょ、さあくっついてくれるかどうか。お、割とね粘着力があります。さすがに手離したらちょっと怪しいけど、さて、さて問題はこれどうやって固定しよう。よし、まだ接着剤残ってるので、こちらのひび割れてるサイドカバー、こっちもつけていきます。これはどうしよう、
これ充填にも使えるってことだから、くっつけるとかこう埋めるような感じでちょっとつけていこうかなと。あとこれ削ればいいかな。んでね、裏側にもつけていきますよ。押し込む感じですね、ギュッと。ちょうどパテみたいな使い方もできるのかな。じゃあね、これ最後最難関、この細かいところ、これもいってみようかな。これは無事つくかな。ちょっとやってみましょう。まだあるね。あ、結構固まってきた。これラストチャンスかもしれない。どうかうまくいくかどうか分かりませんが、ちょっとやってみます。結構効果早いですね、これ。うん、これどうかな。ちょっと間に合わないかもしれないけど、やるだけやってみる。一気に来ますね。5分過ぎたくらいから急に来る。あ、でもこれちょっと助かるかもしれない。そのベタベタだから、これぐらい粘土があった方がやりやすいかもしれない。はい、押してみよう。ギュッと、ギュギュッと。さあ、どうだ。よいしょ。こんな感じかな。よし。あとは待ちます。はい、というわけで1時間が経過いたしました。どんな感じになってるか、まずこっちだ。こちらはですね、怖いけども、とりあえずは大丈夫かな。ご覧の通り結構厚みが作れるので、こういう割れたところにはほぼしっかりくっついてる、そんな感じの印象ですね。そしたら次これだ。さてどうでしょうね。こんな感じ、振ったぐらいじゃ大丈夫。こう、怖え。完全効果どんくらいだろう。こんな感じ、グイッグイッグイッ。本当これ思いっきり力加えてみたいんだけど、どうなんだろうな、どうなんだろうな。まあとりあえずこれ取り付けちゃえば、そんなすごい力がかかるわけじゃないので、まあなんとか取り付けることはできるんじゃないかなと。はい、ちなみにこちらのね、付属のヘラはこれシンナー等でこう固まる前に綺麗にすることをおすすめします。こっちの入れ物はまあいいにしても、ヘラはね、あのデコボコになっちゃうと次使いづらくなっちゃうので、これは綺麗にしておくといいと思います。まあこれ100円で二液性の接着剤が使えるなんて、いやー便利な世の中になったもんです。というわけで、これまた後日ね、完全硬化してから削って色塗ったりとかしていきたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。はい、それでは最後になりますが、これ気になるでしょう、強度。というわけでね、いきましょう。まずねじります。今パキって言った。どうかな、振る、振るぐらい大丈夫。叩いてます。こんぐらい大丈夫。ちょっと叩いてみようか。こんぐらい大丈夫なの、意外と。さっきねじりがちょっと怪しかったですけども、こんぐらい大丈夫なのかな。もう一回ねじってみよう。ぐいっ、これくらい大丈夫。あとあれ、こちらのカバーをこれ取り付けるので、力ですよね、これ。でね。はい、という、まあ、こんな感じの強度でございました。まあ接着剤ですからね、こんな感じなのかな。
というわけで、そういう強度になりました。ですので、これくっつけて普通にこう取り付けてる分にいきなり壊れることは多分ないかと思います。ただこのねじれは意外と強かったんですけども、やっぱこの力ですよね。だからこうやってバコッてはめるタイプのサイドカバーにはまあそこまで強さは求められないかな。まあ100円だし他の部分のねパーツはねしっかりくっついてくれたので、使い方によってはいい働きをしてくれると思います。というわけで、どうも、はい、ありがとうございました。